言うことはそうですね、ガチガチですね。ここに関しては見ない方がいい。必要な部分に必要な刺激をしてるだけ。そんな疑いをかけてはいかんよ。なんでもない。なんかね、ロリコンちゃん、松本です。チョッフォン、向井戸です。王子です。怖いんですよ。何がですか？コビットが。コビットが、ええ、ああそうね、19が、うん、もうひどい、東京とか、じゃあそんな時にどうするか、まあもらうもらわないはもううんぶてんぶみたいなとこあるじゃないですか。もうだって知り合いの社長さんがね、そう ICU 入ってたりとか、重篤になってね、重篤になってっていうのもあるから、うん、いよいよこれはもう来たぞ。今まではいや言うてるけどどこに感染者いんのみたいな感覚だったじゃないですか。でももう知ってるところに出始めたから、ね、もう一人挟んで知り合いにいるみたいな状況が増え始めてるから、うん、そりゃそうだ。ここで私といえば脆弱なこの私、体が弱いで有名な情弱なね、情弱、いや情弱じゃない、情弱ではないと思ってます自分では。脆弱性の塊の僕を強くしていただきたいと。まあでも結局免疫力を上げるしかないからね。そうよ、そうですよね。そうよ、考えたら分かれん、うん、そう、もらっても発症しない体を作る。そうそうよ、うん、まあ言うても殺すけも風邪ですから。ああそうよ、結局ね、強いっていうだけでね。強いのと感染力が強いですね。感染力が強いのと新型っていうのがやっぱ怖いんです、ね、なるほど。対処の仕様がないっていう、そういうことですね、まあ、ないっていうかまだその対処の仕様が確立されてないですね。だからあの人風邪にかかんないねっていうのと一緒ですよね。そうですそうです、うん、だから結局はやっぱりバカになるか免疫を強くするか、うん、なるほど。バカにはなりたくないので、あ、そうです、免疫を強くしてください。いやもうこれ以上はならないからね、バカにはね。そんなこと言うんじゃないよ。この人は毎年とんでもなくひどい風邪をひくんですよ。一発でかいのが大体ね3月頃にね、一発でかいのドカンってなるんですよ毎年。それはちょっと怖いですね。去年もね。そうそう、あそうでしたね。そう40度ぐらいのやつですね。そうちょうど怖い時期ですよ今。でも検査したらね大丈夫だったもんね、はい、だからただの風邪で。そうなんです、そのタイミングで。そうなんです。だからまあ今日はとりあえず免疫力を上げるために、うん、はい、全身の血流を上げて、はい、あとはちょっとお灸も2回ぐらいしていこうかな。もうがっつりもううわーっていうやつをやってる。うわーっていうやつはやめて。いやそこはちょっと症状見てみないと。いや嬉しそうだな。お灸、まあ、お灸と針ですね、はい、をメインにやっていきます。なるほど。それうやーっていうやつをやってもらわないと。うやーっていう言いたいなら全然言いたくはないです。安らかに受けたいです僕ら。でも言った方がでも免疫が上がる可能性は。なるほど。ただ今日の体力こんなになっちゃうよっていうやつでしょ。そうです、はい。わかりました。頑張れ、お任せします。はい、まあ、とにかくかからないことが重要だと思ってね。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、レッツゴー。松尾田道中記。あのさ、おじ、はい、なんでまたこれなんですか、これ。いや、もうこれだって二階堂さんの専用。え、そうなの、専用になったのとか。あ、違うんですか、恐怖、カイパン男。いや、いいけど、いいけど、恐怖、カイパン男ですよ。ほら、ジャストサイズ。いや、ジャストサイズなんですけど、ジャスティファイなんですけど。松尾田道中記。調子悪い系は何もないですね、思い当たる節は。本当かね。本当ですよ。ないですよ。見てよ、皆さん、この手ぶれ補正がついてなくても手がぶれない。あ、すごいね。すごい。腰は硬いですね。硬、はい。腰はね。どうですか、硬いですか。いや、まあまあ背中悪いですけどね。首肩周りはそうでもないですけど。絶対言われちゃうんだよ。こっから下がかなり硬いですね。あ、もう取った方がいいんじゃないですか。あ、取る。ポコンと。うん、ポコンと。あ、取ります。手術かな。いや、取りません。取らない。取りません。あ、なるほど。今の取りませんっていうのは面白いと思って言ってたんでしょ。取りますのノリに合わせて言ったつもりだった。取りません、取りません。あ、面白いと思ってたんですね、多分ね。本当に視聴者さん笑ってあげてください。見てじゃあ自分を抱きしめる。 W いっぱい送ってくださいね。見てて恥ずかしくなるから自分を抱きしめるね。自分大好きやからね。このまま腰から右にぐーっと窮屈そうですね。ガッチガチですね。ガッチョンガッチョン。釣りそうです。ちょっと待って、全然向かんやん、うん、これでもう釣りそうですよ。あー、すごいね。あ、左がまだまだ行きますかね。こっちもきついですか、ね、うん、きついけど、そうでもないですね。右の方 こっちがもう この辺で腰が引っかかります、もう。その格好でこっち向いたらさ、うん、最終選別で出てきたあの鬼みたいな。
血液を作ってるのってここだけではないんですけど、背骨の中の骨髄なんですよね。ああ、なるほど。そうだから、やっぱここの筋肉が硬いと、ここの血流が悪くなっちゃって、血液を作る骨髄を血液が栄養できなくなるんですよ。ああ、なるほど。ちょっとなんかややこしいんですけど血液を作る工場の原動力となる血液が、そう、うまく巡ってないと、うん、流れなくなる。なるほどなるほど。そうなると、血液の中にある白血球が免疫の機能を果たせなくなっちゃいます。あ、それまずいぞ。それまずいよ。まあ、それまずいまずい。まずいっすか。それだけはまずい。煽るねー。松尾太道中期。手足が冷えたりはしますか？昔はなかったけど、最近底冷えを感じるようになりました。足元。東洋医学だと風邪っていうのが首の後ろの部分からと、はい、足元から入ってくるって考えられてるんですよね。へー。だから頭寒足熱って言って、ああ、なるほどなるほど。頭を冷やして足の方を温めるみたいな言葉があるんですけど、はいはいはい、足が冷えてくるとやっぱ風邪とかも引きやすくはなったりしますので。あら、なるほど。足もちょっと今日血液流れが良くなるように、はい、施術と、はい、温めるのと、はい、していきましょう。そうした方がいいよ。はい、お願いします。グイグイ来るな今日。なんかみんなグイグイ来るなっていうのを面白いと思って言ったし、面白いと思って言いましたよ。松尾田道中期。肩の動きも見たっけ。あ、はい。あ、上がるっすね、普通にね。肩はね、なんかね、上がるんですよ、うんうんうん、上がる上がる、うん。腰が回らないよね、俺ね。うんうんうん。なんでしょうね。あ、そうなんだ。うんうんうん。いや、もう、なんでそれ食う。めっちゃ食うやん。食い気味とかね、食うやん。腰はね、ほんと硬いんすよね。硬い。あ、なんですかね、これ普段の体勢が悪いとかですか。うん、普段の体勢が悪いのか、行いが悪いのか、もう、もうそれかもう傍受型ですよね。いや、言い方、ね、言い方、傍受型。もう傍受型ですよね。いや、二人で何言ってんの。何の回なの今日。いやいや、傍受型でしょ。うん、どう考えてる。いや、うん、痛いです。うん、腰の、ね、柔軟性が本当でもないんですよね。これは冗談抜きです。ああ、だから凝り固まってる、うん、なんて言うんでしょうね、こうしなやかさがない。そうです、遊びが全くないんですよ。ああ、ガチガチガチな感じになっちゃってる、ね、腰に遊びがないのはね、ケツでばっか遊んでるからですよ。いや、そういうことじゃねえ。ウェイトの問題ですね、うん、どっちに比重を置くかということですよね。比重の問題じゃないよ、多分。ちょっとお尻遊ぶのはちょっと制限していただいて。制限した方がいいよ。してねえって最近、してねえって最近。最近って言ったね。はい、じゃあ、すみません。松尾多動地域。去年よりも寒さに弱くなりました、今年。まあでもやっぱそれはもう老化現象ですね。あ、そうなんですね。老化ですよ。やっぱ血管が硬くなると血液の流れが悪くなりますからね。ああ、なるほど。結局体温めてるの血液なので。あ、そういうことですか。そうです。なんか当たりが強いな、俺なんかしたかな。そう、あったかかったんですよ、うん。あ、ライブ配信です。はい。左側が明らかに自分でも硬いのが分かります、うん、左の方が。そうですね。左若干痛いですね。からなんていうんですかね、一般的なその筋肉の凝りっていうよりは力がなくなってるんですよね。力がなくなってる。うん。東洋医学だと触って気持ちいいところは虚数、虚実の虚って書いて虚数って言うんですけど、力がないんですよね。力が入りにくい状態。あ、なるほど。なので触ってもらえると結構気持ちよかったりするんですけど、逆に完全に凝ってるところ押されるとやっぱ痛いんですよ。あ、なるほど。実の方ですね、虚実の、虚実の実の方ですね。だから二階堂さんの場合やっぱり明らかにもう使いすぎ、うん、何を使ってるかちょっとわからない。じゃあ防止型ですよ。だからさっきから言うと防止型って何、防止って何ですか。クスしすぎや。あ、そういうこと。防止型、防止。でも防止型すると腰が本当に虚してくるんですよ。あ、そうなんすか。うん、本当に冗談抜きで。だから多分そのせいかなっていうところですね。マジか、うん、そういうのがあるんですね。マジかですよ、うん、マジかマジかマジかショータイム。金箔やん。松尾田道中期。あら、なんかさっき硬いって言ったとこ盛り上がってますね。うん、張ってますもんね。こっち側が特に、うん、なんかバランスがあるんですよね。こっちがへこんでこっちが盛り上がってる。そうですね。うん、上半身はそんなに悪くないんですけど、腰下半身ですね。すみません、ヒップを失礼しますよ。はい、よくしよう。はい、美香さん大丈夫です。何も見えてないです。
いや、そう言われるとなんか見えてるのかなって思うよ、ね、大丈夫、何も見えない、心配せんでいい、大丈夫、ギリギリですから、ギリギリ、 ありがとうございます。汚ねえな言い方よ。うちの治療、普段腰の治療は腰に針打ったりはしないんですけど、はい、今日はもう直接腰にしていきます。なるほど、来た、楽しみなやつ、よかったね、二階さん、はい、直接ここ二階さん見ない方がいい。うおおおおおおお、もう怖いけ、マジでやめて。いや違う違う、二階さん逆よ、ありえんぐらい短い、こう、あ、いいですね、そこ、ここをサムネで、ありがとうございます。おお、今日ただね、ちょっと真面目にしますから、どうすか、うん、なんでもない、うん、おお、よかったよかった、いや、そりゃそうでしょうね、短いもん、あのね、怖さしかない、いや、怖くない怖くない、だから本当に大丈夫か、短い、ずっと画鋲ぐらいしかない。え、どうですか、きつかったですか。いや、なんともない。なんともないやろ、短いもん。画鋲ぐらいしかないんじゃ、だから。今日はすごい僕、真面目にしますから。うん、だからずっと今日はっていうことは、もう今まで真面目じゃなかった。ちょっとね、ちょっと演出的なものは。いや、もう恐怖が続いてる。いや、怖くないって、大丈夫。あの時、山で骨折った時よりは怖くないか。いや、そうか。みんな通じるかな、その話。今これ我慢したやろ。よう我慢した、偉いね。でもね、全然刺さってないよ。ね、入ってくる感触とかは全然ない。ないでしょ、うん、だって何も刺さってないもん。ちょっとグググって重いのがね、来たけど。たぶん気のせいかもしれない、うん、うん、気のせいですね。信じよう。腰が悪いですね、二階さん、やっぱもともとね。うん、そうみたいですね。前から言おったですもんね、腰が痛くなるって、うん、そうそうそう、そうなんですよ。今日は針の打ち方によっては全然痛くないというですね。本当ですね、頑張ろうと。うーん、今日はっても、いや、そう、なんなんだよ。普段はね、響かせる必要がないもの響く。ああ、いやいや、そんなことないですよ。必要な部分に必要な刺激をしてるだけ。そんな疑いをかけたらいかんよ、三河さん。そうですね、プロですもんね、うん、そうそうそう、国家資格者ですから。そう、もうなんでもない、なんかね、うん、ああ、え、響きそうで響かないぐらいの感触がなんかずっとありました、今、今のはね。今日はね、もう意外と結構難しいことしてるので、僕も余裕がないです。なるほど。針治療がやっぱり強刺激でやること自体はそんなに難しくはないんですよね、うん、もうひたすら強くすればいいので。なるほど。強刺激なものを低刺激でするっていうのが実はすごい難しい。ああ、技術がいるわけですね、はい、三河さん、よかったね。いや、すげえ、マジですごいっすね、そんなことができるんですね。すげえ、マジですげえ。何もない。何もない。まあ、短い針ですから。ああ、そっか。指でずっと押さえられてるだけぐらいの感じです。あ、そう。うん。時々なんかギュって圧が少しあるぐらいで。なるほど。なんか全然何をされてるかは分かんないぐらいですね。お尻に針を刺してますね。あんまり近寄るとジャスティファイのマークが入りそうなんで、これ以上近寄らずに。と難しいことやってる。今ニカさん、向こうの声聞こえたでしょ。うん、あ、そんな長いの入れるんですね。チョコリあえて落とすんですよ、毎回。うん、あいつ本当に意地悪ですよね。あいつ掴む。聞きましたよ、うん、言っちゃった。全然長くないね、川さん、短い、今回の特に。もうどっちがそうつくかって言ったら、まさとさえもんだよ、うん、なんて言ってん。
でもほら大丈夫でしょ。なんともない。だって刺さってるのは本当に画鋲ぐらいです。うん、先端しか刺さってないって。そう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 。いやこれ後で動画見たらびっくりするやろなこれ。そんな感じなんだ。だいぶ今日は頑張ってますか。だいぶ、うん、なんか今までにないぐらいのやつです。見た目があの海に浮かぶ養殖のなんか棒が出とるとこみたいな。そうそう、有明海こんなの。どうすか、二階さん。なんともないです。そんな抜きでですか。まあ全然なんともない。だからさっき言った2カ所ぐらいかな、はい、ちょっとギュッて感触があったのが2カ所ぐらいありましたけど、最初にそれ以外なんも意外とね、本当にずっと指で押されててパッて指離されたぐらいの感覚です。短いんですよ針が。いやそれは嘘だというのは分かりましたけど。はいや、はってなって背中出てきとるとこが長いですよ。めっちゃ長い。そう、出てきてる方が長いです。飛び出てるのが長い。だからスキーのストックっていうんですかね、あれ、はいはいはい、あれみたいな感じです。あれを刺してるみたいな。そう、下の方は短いでしょ。画鋲ぐらい短い。ああ、そういうこと。出てる方が長い、そういうこと。なんともない、うん、これは同業者の人が見たらすごさが伝わるんでしょうね。でもこういう針をする先生も減ってますからね、うん、あーなるほど。今回でも小林夫婦とか東京の上田先生みたいにすごい低刺激の針が今やっぱ多いので、うん、ああなるほど、うん、低刺激だったらもう何も感じないですもんね、うん、うちもそういう針はするんですけど、ただ症状に合わせてですね、うんうん、刺激が必要な機械っていうのがやっぱりあるので。針もやっぱり薬と同じなのでちゃんとした刺激量を与えないと効果が出ないんですよね。なるほど。だから刺激が少ないからといってそれが 100% 正解かっていうとそういうわけでもなくて、まああれですよね、刺激が強いの嫌がる人が多いから。そうですね、そっちにした方がいいっていう部分もありますよね。あとはそのやっぱ針が痛いイメージが強すぎるので、うんうんうん、そういうのを業界で変えていこうっていう風な形でああいう弱いのがやっぱし、なるほど、はい、主流にはなってるんですけど、ただやっぱ効かせたい時は刺激は強めに、うん、ただ今回みたいに刺激を何ていうんですかね、与えずに効く針、はい、与えずにちゃんと効かせる針っていうのもありますので、はい、ただちょっとここは技術的な要素がだいぶ強いですけど。なるほどなるほど。さすがですね。何ですか二階堂さん。ちょっとこのままこっちでも給湯室にしましょう。はい、キャンプファイヤーのマシュマロみたいなんで。ファイヤー、免疫に命かけられるっていい音やろ。初めて見たこんなん、すごいよニカさん。うわー、よかったね。うん、よし来たぞ強刺激。あーすごい、ハリーの効果です。おーすげーなんで、めちゃめちゃ軽くなった。松尾多動中期ありがとうございました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。よかったね。すごく良くなりました。うんうん、いい感じです。うんうんうん、はい、うん。どこでもいいみたいな。うん、よかったよかった。免疫上がったやろ？多分。あ、よかったよかった。免疫が上がったかどうかもう分かりようがないんですよ、ね。あ、でも上がったやろ。調子は良さそうです。あ、よかったよかった。はい、そしたら足もね、していただいてありがとうございます。あ、よかったよかった。はい、ね。パシッと平行。あ、おお、それよかった。よかったよかった。今日の施術は何ですか？物的には。でも単純に針治療ですよ。針治療。うん、そうか、そうか。針治療通常おいくらですか？針治療通常おいくらですか？ちょっとわかんないんでね。問い合わせしてください。松尾田道中記見たと言ってもらえれば。あ、はい、そうですね。大体安いやつで、ね。いいように、いいようにしてくれる。松尾田道中記を見たと言った方と、普通に予約をする方はこれ値段が違いますので。ああ、そうだね。くれぐれもご予約の時は、松尾田道中記を見ましたという。ちゃんと言ってくださいね、これね。はい、お願いします。説明欄に全部貼っておきますんで、はい、松尾コースもね、はい、引き続きそうですね、杉田元針の、ね、割引額アップしてますんで、ぜひ受けてください。ぜひぜひ、はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。さようなら、グッバイ。カンナ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 、目の浜と天神で、カンナ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 、美容針と杉田を、カンナ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 、体の悩みにさよなら、あなたの知らないあなたに会える一にいかんな。くなってケツを動かすんじゃないよ。足はでも比較的綺麗ですね。綺麗になりましたね、だいぶ。ちょっとやっぱ乾燥がでもあれですね。うん、うん
汚ねえな、これ。汚ねえ、これ。うわっ。うわっ。これはいかん。なんか。